皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の夏期講習の数学の第9回9日目は一次式の加減について復習していきます。では始めます。まず項と係数を確認しておきましょう。2a-10、 この2a とマイナス10、このことを式の項と言いました。この文字を含む項 2a ですね。この数字の部分の2を a の係数、このように呼びます。括弧1で確認すると -3a+7、 この式の項は -3a、 そして7です。正の項はプラスという符号を省いて書きます。そして a の係数といったら a の前についている数字のことですね。ここでは -3a となっているので a の前には -3 がついているので a の係数は -3 とこうなります。一つの文字と数字の積、これで表される項を一次の項と言います。上を見ると 2a というのは数字の2と a をかけている、ね、一つの文字の a をかけている、これが一次の項ですね。下で見ると -3a、 これも -3×a と数字と一つの文字をかけている、これが一次の項ですね。そして一次の項と数字の加減足し算引き算、これでできている式を一次式と言います。一次の項と数字の引き算、一次の項と数字の足し算でできているので 2a-10 も -3a+7 も一次式とこう言います。一次式では同じ文字の項をまとめることができます。同じ文字の項は計算してまとめることができる。どういうことかというと係数の部分、この数字を計算して後ろに共通の文字をつけると、このようにします。括弧2を見ると 4x+3x、 x の部分同じ文字ですよね。係数は4と3です。この4と3を足し算して 4+3 は7、そしてその後ろに共通の文字の x をつけると 7x が答えとなります。括弧3、 2a-6a、 共通の文字は a ですね。係数は2とマイナス6ですね。2-6を計算するとマイナス4ですね。その後ろに共通の文字の a をつけてマイナス 4a というのが括弧3の答えです。括弧4、 5x+3-2x+9 と、この場合共通の文字を持っている項を計算ミスをしないように前に持ってきます。 5x、 その後ろに -2x を持ってきます。その後ろに +3+9 とこのように並べます。共通の文字を持っている係数は5と -2 ですから 5-2 を計算すると3ですね。3を書いてその後ろに x をつけます。で文字の部分は終わって数字の部分 3+9 をやると12ですから 3x+12 というのが4番の答えです。では次は一次式同士の加法足し算の場合です。括弧 6x+4 括弧閉じて足す括弧 x+2 と、この一次式 6x+4 と x+2 の足し算の場合はそのまま括弧の中これを書きます。 6x+4、 この x はプラスの数ですからプラス x のことですからプラス x+2 と並び替えます。イコール 6x+x+4+2 となりますね。文字の部分 6x+x、 この x 前には1が隠れているんでしたね。ですから 6+1 をやると7、その後ろに共通の文字 x をつけます。
そして数字の部分、4たす2を計算して6と、 7x たす6というのが5番の答えです。6番です。マイナス a たす5括弧閉じて、たすカッコマイナス 9a 引く2と、足し算の場合は括弧の中をそのまま書きます。マイナス a たす5括弧の中は引く 9a 引く2になります。並び替えをします。マイナス a 引く 9a たす5引く2ですね。 a の部分マイナス1引く9ですからマイナス10、そして共通の文字の a をつけてマイナス10円で、次に数字ですね、5引く2は3ですからプラス3と、マイナス 10a たす3というのが6番の答えということです。次は一次式の原本ですね。原本、引き算の場合はどうでしょう。この原本、引き算は引く式の符号を変えて加法、足し算にして計算していきます。7番は括弧 5x 足す4括弧閉じて、引く括弧 2x 引く6括弧閉じとなっています。この後ろ、ここを足し算にして括弧の中の符号を変えます。 2x というのは正の数なので、これを負の数のマイナス 2x にします。引く6を符号を変えて足す6にします。これで上と同じように足し算になりましたね。足し算にしたら括弧の中をそのまま並べていけばいいんですね。ですから前の部分は 5x 足す4、後ろの部分は引く 2x そして足す6になります。並び替えをします。 5x 引く 2x 足す4足す6ですね。 5x 引く 2x、 5引く2は3ですから 3x、 4足す6は10なので足す10と、ね、3x 足す10というのがこの7番の答え、こういうことです。今回は一次式の加減について復習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。